セレン整流器の一例セレン整流器とは、セレンの半導体としての性質を利用した整流器のことである。セレン自体は P 型半導体としての性質を持つため、基板上にセレン化結晶膜を形成し、さらに適当なカドミウムやビスマスなどからなる液溶合金を貼り付けたものには、金属と半導体の接合によって生じるショットキー障壁が形成され、 これを整流器として用いることができる。セレン整流器の特性は現在スイッチング電源によく用いられるショットキーバリアダイオードとよく似ており、逆体圧が低く逆回復時間がないため高速に動作する。逆体圧が低いため通常多数の素子を直列に接続して使用する。 主に1950年代から1960年代のテレビ受像機に電源を供給する整流器として多用されていたが、セレン、さらにはカドミウムといった金属自体が有害物質であり、また物理的に大型のため、1970年代に入ると小型で同等以上の容量を有するシリコンダイオードを使った整流器に置き換えられ、セレン整流器は作られなくなった。 小型自動車のバッテリー電圧が1 2トに決定された背景には充電回路に使用されたセレン整流器の耐圧が関係していたとされている。セレン整流器が現役であった時代の子供たちにはスロットレーシングや鉄道模型のパワーパックの部品としてもポピュラーな存在で、校舎では高価な市販品を嫌って自作が盛んに行われていたため、 鉄道模型専門店でも容易に入手できた。広く普及していたため生産数が多く、電気部品商などのジャンク品の中に、大々色や黄緑色をした多層の板状のセレン整流器が見られることがある。入力側が電灯線の単相交流 100V で、それを変圧器で交流中にボルト程度に高圧した後セレン、整流器を通し、レオスタットを用い、出力側を 直流0から1 2ト程度の範囲とする手動で連続可変制御する電源装置。ありがとうございます。